ドメンさん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、山本プロデューサーからですね、ツイートがありまして、ちょっととんでもない神アプデが入りそうなんで、ちょっと実際にね、見ていこうと思います。はい。ということで、まあ、これあくまでね、開発の情報でして、ヤマピーがまだ先行公開してるだけだからね、実際にね、実装されるかわかりませんが、まあ、多分これがいいように回収されてね、変わると思います。今の状況か、もしくはこれがさらにいいようになって、実装されると思います。モンスター詳細から、レベル最大、スキルレベル最大、プラス2キロなフル覚醒、レベル限界突破&超限界突破。これ皆さん今全部ね、全部一個一個自分でやってるじゃないですか。まず最初レベル99にして、で、まあ、それを超限界突破してあげて、あ、まあ、レベル限界突破してあげて、超限界突破してあげて、そこから超覚醒つけてプラス振ってあげて、さらにスキルレベル上げてあげて、で覚醒してって言ってね、まあ、大体今5工程ぐらいあるんですけど、これをまとめてやる機能をね実装中ということで、ちょっと見ていこうと思います。詳細をこんな感じですね。はい。まずこのねレベル1の状態のキングティラノスがいると思うんですが、ここにね強化が実装されます。はい。これは、もうめちゃくちゃありがたいよね。で、まあ、ボタンを押してあげると、レベル最大、スキルレベル最大、プラス2級のフル覚醒、レベル限界突破、超限界突破が選べます。まあ、特にスキルレベルとかに関してもね、もちろん便利なんだけど、やっぱ特に一番便利なのは、レベル最大、レベル限界突破、レベル超限界突破やね。もうここが、今の環境、正直めんどくさすぎるんだよ、はっきり言って。ね。ただ、これが一気にやりやすくなるって感じ。で、まあ、超覚醒等に関しては、普通に自力でやることになるので、そこは変わりませんが、キャラの育成に関しては、これでめちゃめちゃ楽になるかなと思います。はい。これが新しいシステムですね。で、これ、よく見てもらえるとわかるんですけど、経験値ストックとかもね、実装されるらしくて、まあ、これでさらに育成がしやすくなるのかなと思います。はい。こんな感じで。レベル最大、スキルレベル最大、プラス2キロなフル覚醒、レベル超限界突破、レベル限界突破。6個押してあげると、レベルが120、レベル最大も120になって、スキルレベルが23まで、で、プラスも2キロの覚醒レベルも9ということでね。これ絶対便利でしょ、こんな。今までのパズドラの育成のめんどくささから解放されるということで、まあ、こういうのってさ、別にね、なくてもさ、ね、言うならなくてもいいじゃん。これって別に、ね、そのなんて言うんだろう、毎回自力でやればいいだけの話だから、なくてもいいんだけど、やっぱりパズドラを長い間やってる上で、この強化のめんどくさっていうのはやっぱり感じてるわけよ。それを簡単に軽減できるようになるのがまずでかいし、そしてそこを変えてくれる運営がマジで神。で、この経験値ストックっていう欄の詳細に関してなんだけど、これもヤマピーがツイートされていて、12月のアップデート以降、モンスターを売却時とダンジョンクリア時に、経験値ストックが少しずつ溜まります。溜まった経験値ストックを消費してレベルを上げられるようになります。大成功や属性ボーナスはつかないので、パワーアップ合成よりも経験値効率は低いですが、コインは消費されませんと。ただこれに関してはちょっとまだわかんないし、多分運営さんからの後々続行があると思うんだけど、まあわざわざ売却、例えばヌエルとかを売却した方がいいのかっていうところまでは正直わからん。で、あとさらに言えば、このヌエルとかの素材が、なんて言うんだろう。このキングティラノスの育成に使えるかと言われれば多分使えないのかな、わかんない。これちょっとごめんなさい、わかんないです。正直ここは本当にわかんないです。素材での育成はできなそうだから、多分経験値ストックをね、集めるように売却してあげて、で、かつレベリングっていう感じになるのかなと思います。あとはまあ多分、教練とかを周回すると、モンスターの経験値ストックですね、が集まっていく気もするので、まあ多分そういうシステムになるのかなと思います。はい。っていうのが、この経験値ストックの詳細らしいです。いや、これ正直ね、めちゃめちゃ楽しみよ。これはもうパズドラの中でもかなりいいアップだと思う。いや、こんないいアップでも普通に実装するのは神。これ結構楽しみですね。12月は覚醒スキルの調整も入って、結構環境的にもね、おもろい環境になると思うんですけど、さらにこれに加えて、こういうシステムの改善も入っていくということで、まあちょっとこれパズドラのやる気を感じますね。という感じが、今回の新しいアップデになります。で、このアップデート自体は何度も言いますが、実装日は未定。で、開発もね、まだまだ変更入る可能性がありますので、あくまで現状ヤマピーが、事前公開として検討中の画像が、発表として貼られているということで、ここでご了承ください。という感じがパズドラの最高のアップデートでした。まあ、これまではね、パズドラ神ゲーじゃんってなるところなんですが、今度逆にですね、パズドラ史上最低のアップデートが入ったということで、ちょっとこちらまで見ていこうと思います。まあ、アップデートではないね。パズドラ史上最低の強化ということでね、見ていこうと思います。
昨日ねマルシスを詳細したの覚えてますか？これね3ターン2ターンの間3ターンの間チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力と回復力が上昇、覚醒無効状態と HP を全回復というねスキルなんですが、まあこれマルシス調整が入りまして3ターンの間チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力と回復力が上昇、覚醒無効状態と HP を全回復、これ調整入ってるんですね。何が変わったかっていうと、このマルシスのねこれ点が消えたんですよ。応じて点攻撃力と回復力が上昇、点が消えたんですよね。そう、これ見てもらえれば分かるんですけど、応じての右の点が消えたじゃないですか。これに関して上から続行がありまして、実は本当にミスだったらしくて、これマルシスの調整後のスキルに調整していた赤枠を削除いたしました。スキルはテキストのみの変更となり、スキルの効果に変更はございませんというね、あの運営からアナウンスも一切なく隠れた調整が入ってました。はいよかったね、気づいて。これ本当にこういうのって結構ね、あのちゃんと訂正、これなんで運営がわざわざ訂正してるかっていうと、これ訂正しないとあの有料誤認になっちゃう可能性とかがあってね、めんどくさいんですよね多分。こういうのって別にユーザーなんてさ、点が消えておもろいおもろいわらわらで終わるのにさ、なんか多分めんどくさいあれがあるんだろうね。これ本当にユーザーからしたらただおもろいだけなんだけど、多分運営さんからしたらいろいろめんどくさいことになりかねないから、ちゃんとね訂正は入っておりますので、これは安心してくださいね。あの特にこれで何かあるとかはありませんが、そう、ただ本当にただ点が消えただけだったっていうこれは赤枠つけた調整班の人が悪いって思い、なんて言うんだろう、思いがちだけど、そうではなくて、こう本当ね、こういうのってマジ調整数が多すぎるからね。これはね、こういうミスもね、人間誰しもあるということで、あの、しっかり隠れて調整が入っております。はい。調整が入ってる？いや、赤枠が消えてるだけです。これなんでしかも点消そうと思ったんだろうね。正直そっちの方が気になるんだけど、なんかあったんでしょ？多分なんか絶対理由があると思うの。点を消そうと思った理由が。にしてもなんで点だけ消したんだろうね。そしてなんで赤枠つけちゃったんだろうね。多分別の人なんだろうな。多分なんだけど、こう、ソフトとかを使ってさ、まあ、これ、俺の予想なんだけど、ソフトを使って調整後、調整前で、文章に変化があるやつを、まあ、赤枠つけてると思うんだけど、多分もし、だってすごい量じゃん、キャラの調整って。だから多分、一個一個見比べてるんじゃなくて、ソフトとかを利用してね、やってると思うんだよ。そしたら、まあ当然マルシスはスキル変わってるから、赤枠つける担当の人は、あ、じゃあこれ赤枠つけていいねって言ってつけて、実は点が消えただけでしたっていうね。そう。まあなのでこれはね、残念ながらマルシスに関しては、エンハンス倍率が上がるとか、何かが変わったとかではなくて、本当に点が消えただけというね、パズドラ史上最低の強化でした。これは本当にパズドラ史上最低の強化だね。あ、ということで今日はですね、パズザラ史上最高の神アップデート、パズザラ史上最低の強化ですね。これ最低の強化っていうのは何も変わってないっていう意味ね、本当に。を調整する動画で、紹介する動画でした。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。